はいはい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。突然ですが皆さん、安中貨物という貨物列車ご存知でしょうか？鉄道ファンからもかなりの人気を誇っているこの列車、福島県の泉というところから常磐線、それから高崎線、信越線を経由して群馬県の安中というところまで亜鉛を運んでいるんですね。精錬所に亜鉛を運んでいるんですが、この列車が本当に人気で、すごい様々な種類の機関車がこの安中貨物の荷物を引っ張るということで知られているんですね。まずはこちらをご覧ください。こちらは大宮駅の様子なんですが、まず福島の泉から来た安中貨物がこんな感じで、これ大宮駅を中線を通過している様子なんですが、おそらく15時50分とかそこら辺だったと思います。安中の方に向かう下りの、これが安中貨物ですね。でこれ牽引しているのが、あの寝台特急北斗星とかを牽引していた EF510 型の電気機関車なんですね。そして後ろにはずらーっと多岐と呼ばれる荷物ですね。でこの中には亜鉛がたくさん入っておりまして、これに引っ張られております。で現在ではこちらの EH500 金太郎と呼ばれているこの硬直流両用の機関車に牽引されているんですが、あのかつては本当に寝台特急とかをたくさん牽引したマニアからも人気の高い機関車が牽引しておりました。まずはこちら、先ほどもお見せした、これが寝台特急北斗星とかを牽引していた EF510 型の電気機関車ですね。もう見るからにブルートレイン仕様の塗装になっておりますが、後ろにずらーっと亜鉛が積んだ多岐、それから土岐と呼ばれる荷物車が並んでおります。でこちらが寝台特急北斗星号としてブルートレインを牽引していた時の、その時代の EF510 型の電気機関車の様子です。いやこれすごくないですか？あの貨物列車を牽引しているやつが、こんな感じでブルートレインを牽引していたんですね。こちらも同じく東京と札幌を結んでいた寝台特急カシオペア号の様子です。そしてはたまたまた違う日にはこんな感じで EF510 型の電気機関車、これもさっきと同じなんですが塗装が違います。こちらは寝台特急カシオペア号用の塗装、カシカマとも呼ばれておりましたが、こちらも安中貨物を牽引しておりました。現役時代はこんな感じでね、もうカシオペアの E26 系客車っていうんですけど、それにぴったしな電気機関車の塗装ですよね。星のマークが描かれております。厳密には札幌までは牽引しなかったものの、上野から青森まで途中までちゃんと牽引してましたからね。これは安中貨物、別名東方亜鉛号とも呼ばれております。東方亜鉛株式会社っていう会社によって、まあ、運行されている、実質の運行は JR 貨物だと思うんですが、ただ依頼しているのはその東方亜鉛の株式会社で、こんな感じで液体の亜鉛が入る多岐ってやつと、あとは後ろの方に土岐と呼ばれている蓋がない貨車もついております。ただこれは日によるようでして、この時大宮で撮影した時はこんな感じ、ずらーっと液体専用の多岐という荷物車コンテナっていうんですかね、それがずらーっと連なっておりました。でまた別日に撮影したんですが、こちら後ろについているのが土岐というやつですね。蓋がなくてこうシートのようなものをかぶせられておりますが、これは日によって本当にね変わりました。編成が綺麗な時はこの多岐と土岐がこうつらーっと連なっている時にはね、結構もう長い編成を綺麗に撮影することができたんですが、まあ、ただ多岐だけの時もあったり、土岐だけの時もあったりと、まあ、いろいろな仕様がありました。でこちらが変わりまして、高崎駅ですね、群馬県なんですが、ちょっとねホワイトバランスを間違えてしまいましたが、右側に停車しているのが安中貨物です。この時は EF81 の95号機、これもね本当人気で、クゴって呼ばれてたんですが、レインボー釜、虹釜とも呼ばれておりました。これ当時はなんでこれレインボーとか虹釜って呼ばれているのかなって疑問に思っていたんですが、あの実は JR 東日本とかが2000年まで運転していたスーパーエクスプレスレインボーというジョイフルトレインがありました。その客車の色がこんな感じで白と赤だったんですね。その仕様に合わせて作られたのがこの EF81 の空母95号機ということになります。この列車もね、僕もパッと見てかっこいいなと思うんですけれど、やっぱりこの列車が北斗星とかカシオペアの牽引機に当たった時はツイッター上でね結構話題になったんですよ。牽引機が空母だっつってね、たくさんの撮り鉄が訪れたりしました。でおそらくこちらはまた別日に撮影しました安中貨物なんですが、常磐線内でおそらく撮影しましたね。この時もね本当に荷物が長くて綺麗でしたね。こう夕日に照らされている荷物がとってもかっこよくて、で前には液体用、そして後ろには蓋がない土岐がついております。横に EF81 とドーンと刻まれているんですよね。でこれはもちろん寝台特急カシオペア号、こんな感じでねカシオペア号やそれから北斗星号の牽引にも使用されておりましたね。でこちらも同じく安中貨物で、これは高崎線の北上尾という駅ですね。大宮から若干北側に行ったところで撮影をしたのですが、この時も、まあ、虹釜、レインボー釜と呼ばれていた EF81 の88号機が、運用についておりました。この時も本当に荷物が綺麗ですね。こう後ろから見てもらうと分かるんですが、こうつらーと同じような形の丸っこい荷物が連なっている感じがねとても綺麗です。で大宮をこの安中貨物下り列車の安中行きが確か15時30分とかに出発していたんで、この
な感じでね、天気が悪い日だともう北上の通過時点で結構曇っていて、もう写真が撮るの結構厳しいなっていう ISO っていうんですけどね、その感度を上げて画質が荒くなっちゃうんですよね。暗いところで撮影するとちょっとね悩ましいものもありました。でこちらもまた違う時ですね、今度は93号機。でこんな感じで本当 EF81 型の電気機関車、この機関車は本当に寝台特急を牽引する場合が多くて、マニアから相当熱い人気が注がれておりましたね。でこっちがまた高崎駅なんですが、 EF81 のこれはねカシカマって呼ばれておりましたね。カシオペアカマの略なんでしょうがね、これ寝台特急カシオペア号と同じような塗装、カシ塗装と呼ばれておりましたが、これはもう見ることできないですね。おそらくこの塗装はもう一機もないと思いますね。でこっちが同じく大宮駅で撮影したもので、これはねパイパイとも呼ばれておりましたが、81号機、お召し機とも呼ばれておりましたね。若干取っ手とかの部分が白くなっているのがわかるんですが、他の EF81 と若干塗装が違います。昔お召し列車とかを牽引してましたね。天皇陛下や皇族などが乗車された客車を牽引していました。そんな名機関車なんですね。というわけで今回は安中貨物、まあ東方亜鉛号についてご紹介してまいりました。こんな感じで昔はパー1だったりとか5等が、まあ、牽引を行っていたんですが、現在では EH500、まあ、金太郎とも呼ばれている高直流の機関車が牽引して、まあ、レパートリーはね若干少なくなってしまいましたが、ただね荷物もとっても面白いんで、ぜひ一度見てみてください。それではありがとうございました。